はい、どうもこちら沖縄の市です。さあ今日もやってください。はい、棋士藤井聡太の将棋トレーニング。さてと、今回もね、はい、占いから、毎回占いからだな。今日のおすすめはたまには違うパターンやったいんだけど、おっ、大吉カニ囲い。戦法見よう。居飛車は将棋の基本ともいえる歴史的な戦法、最短手数で、カニ囲いは、今日最近ちょっと、四間飛車ばかりやってはいるんで、どうだろうなぁ。ここで戦法を見て変なのっつの変だ。頭に叩き込んじゃうと、またなんか、見ないにしよう。で、最近ちょっとよく使ってるのは四間飛車で、ねえ、美濃使ってんだけど、まだよくわかってないです。はい。というわけで、今日もストーリーします。昨日の続きから。昨日まあこう言って、こっちがまだクリアできてないんだな。それで、ここは、あれ?結局行ってないんで、こうやって。どこで負けたんだっけ?どこで負けたんだっけ?まあいいや。というわけで、ここ。大階段の奇襲。いきます。長い階段の途中で、兵士たちの奇襲を見た。対局に勝ってなんとか身を守ろう。いきます。そんでね、まあ、対局、見習いです。はい。行くっすよ。はい。よろしくお願いします。対局を始めてください。それで、まあ、いつもね、ここ、崩されちゃうんで、ここからね。で、そしたら、まあ、アドバイスいただきまして、で、こう言って、これがこう、あれ?今ふと気になったんだけど、あれ?数字がなんか違わなくない?あれ?なんで1がこっちなの?確か、あれ?将棋盤が逆さってこと?まあいいや、さあ行こう。うちにある将棋盤だと11なんだけど、俺が逆さに見てるだけ。危なかった。それで、はい、間違った。角取られちゃうよ。早速突破されてるし。どうしたらいいの？後手三三桂馬。先手同じく龍。後手二七歩。そっちか。先手三四龍。どうしてくれましょう。どうしてくれよ。やばいよ。後手4二銀。先手2四龍。
毎度毎度のことなのか崩されちゃうんだな。4-5-9ミスった。どうしよう。後手5-4-9先手6-8後手5-5-9先手7-8銀後手4-6-9先手同じく9後手5-3飛車先手16-角。くそ。これ取られる。5-6-9先手4-8銀後手5-7-9成取られるよ。先手同じく銀後手5-6-9、先手5-6-9後手5-2飛車くそ。先手5-6-銀強いんだけどどうしよう。どう動いても取られ。6-4-9急に敵強くなってない。先手5-8後手6-5-9先手同じく銀間違えた。後手7-4-9これ取られる。何やってんだよ。同じく銀後手7-3桂馬先手1-3-9後手5-4飛車あちゃ7-3-9先手8-3銀ならず後手7-2銀ダメです。終わりました。負けました。やり直し。対局を終了します。やり直し。あれ？諦めが早すぎ。なんでこんな負け方してんだ。もう一回。もう一回。急に AI が強くなってる気がするんだけど、昨日よりも強くなってる気がするんだけど。対局を始めてください。よろしくお願いします。先手7-6-9とにかくここが崩されない。後手4-2飛車先手2-6-9後手4-4-9先手2-5-9で、まあとにかく受けたアドバイスは、この歩を3、4に進めます。それから先手2-4この角をね、3、3に持ってきます。後手3-3角あら先手2-3角成後手1-5角先手7-7角なんか猛烈な勘違いをしているかのような気がするんだよな。後手3-5-9先手6-8玉どうしよう。
後手2二銀、先手7八玉、後手2三銀、先手5六歩。後手2六歩、先手8八玉、後手2四銀、先手7八金、後手2五銀、先手6八角、後手3六歩、先手同じく歩、後手同じく銀、先手9六歩、後手4七銀なる、先手4八銀、後手4六成銀。あ、しまった。同じく角。後手6二玉、先手6八、後手7二玉、先手5九、後手8二玉、先手9五歩、後手7二銀、先手3八飛車、後手5二金左。あれ、先手3一飛車なる。後手4三飛車、先手2一竜、後手2七歩なる、先手1一竜、金に取られちゃうし。6二金寄る、先手1三角なる。面倒だな。後手3八歩、先手2一竜、後手3九歩なる、先手5七馬、後手2九と金、先手9四歩、後手同じく歩、先手9三歩、後手同じく香車、先手8五桂馬。後手1九と金、先手6八金上がる、後手1七と金、先手7七金右、後手3六桂馬、先手2六歩、後手4八桂なる。取られる。取られる。先手同じく馬。後手4六香車、先手8六桂馬、後手4八香なる、先手9四香車、後手同じく香車、先手同じく桂馬、後手7一玉。はい、負けた。ありがとうございました。対局を終了します。もう一回。あれ、なんかいただいたアドバイスすげえ勘違いしてんだな。じゃあ先に、
こっちを作ったらいいのかな。対局を始めてください。うん、このここをやここをね、破られちゃうわけよ。だから、じゃあそれだったらもう最初からこうして、先手同じく角。うん、うん、はい。後手4二飛車。先手5三角なる。どうしたらいいの。後手4七飛車なる。先手4八飛車。後手5七竜。先手5八歩。後手5三竜。先手6八銀。どうしよう。もうどうする。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。うん、後手4三歩。先手6六歩。後手3四歩。先手3八銀。後手6六角。先手7八金。後手9九角なる。先手7七桂馬。後手4四香車。先手7九金。後手4八香なる。先手同じく玉。後手6六角。うん、先手5七歩。どうしよう。後手5六歩。先手3九玉。後手5七歩なる。うん、先手2八玉。後手6八と金。先手同じく金。うん、もう取られるし、取られるし、うん、先手1六歩。後手6八飛車なる。先手5八香車。後手7七竜。先手1八玉。後手4六桂馬。先手5四歩。後手同じく竜。先手5三歩。後手同じく竜。先手1五歩。後手5八桂なる。はい、ちょっと欲しかったんです。先手9六歩。
後手4九成桂。先手同じく銀。後手1六香車。先手1七桂馬。はい、後手7八竜。先手4八桂馬。後手同じく角成る。先手同じく銀。後手同じく竜。先手2九玉。後手5九竜右。先手3九角。小山。後手5八竜寄る。先手2五桂馬。先にこの、はい、勝ったけど、ちょっと納得できない勝ち方です。勝ったよ、一応勝ったよ。なんか納得できない勝ち方でしたけど、うん、とにかくね、左下を破られます。毎回破られてる。ここを、ま、どうしたらいいかっていうのが、今回の疑問なんだけど、まあ勝ったくない納得いかない。マジで納得いかない、うん、でとにかく、まあ、ここ一つやるために結構、まあ、時間かかっちゃいましたけど、まあ、今回はこんなところで一旦終わりにしましょう。よろしければですね、まあ、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。以上だね、バイバイ。